RC 東郷のおもちゃ。じゃあお久しぶりですよね。はい、高知から来られたお名前の方をまたお願いします。純さんと、はい、ケイタです。ケイタ君、ケイタ君、好きな女の子のタイプは、まあ、寝がしっかりした子は好きですね。芸能人とか、芸能人は荒垣結衣とか。あ、荒垣結衣可愛いですよね。彼女はないです。あ、ないですか。はい。で、純さん前聞いたっけ。聞きました。あ、奥さん、あ、奥さんね、奥さんね。はい、はい、すいません。今日ですね、まあ、ちょうど1年ぶりぐらいなのかな、多分。前回、すごいマシンを見せてもらったんですけれども、で、また今回も、すごいマシンを持ってきてくれたっていうことで、まあ、ちょっとまた撮影させてもらいたいなっていうふうに思ったんですけどね。高知といえば、カツオ？カツオ？ギョギョギョって言ってくださいよ。はい、すいません、失礼しました。いや、ギョギョギョって言ってくれるのかな、もう。ですね、ですね。ごちゃぶりだよね。ちょっと土佐弁で話してもらっていいっすよ。いきなり特徴はなんかあるんですか。チューチューガーガーいいんですよ。チューチュー？チューチューガーガー。チューチューしたいでチューって。チューしたいガー？あ、チューしたいガーっていうのは、うん、あ、マジで。他にはなんか一番雨がわかりやすいですね。雨が降りゆう。雨が降りゆう、うん、降りよった。あ、降りよった、うん、ふっちゅうが、ふっちゅうがちょっとなかなか難しいですね。難しいですね。僕一回も行ったことないんで、そのうち一遍行きたいなぜひ思っております。はい、ね、会社の人見てるこれ。ね、一部は知らせてます。あ、知らせてます。一部の人は知ってるんですけど。はいはいはい、はい、うん、じゃあ僕はあんまり変な話をしない方がいい。いいですよ、いいですよ、いいですよ、大丈夫ですよ。そんな肩に対してないんで。よく B2B とか B2C とかあるじゃないですか。B2B、よくビジネス用語で B2B とか、うん、B2C とか、うん、要は美容整形で考えたら、ちょっと考えてて、はい、B2B だと頭頸手術を失敗してしまったっていう。うん、あ、はい。B2C だと、うん、やる価値はあったのかな。そうですね、やっぱり小さくても大きくても、まあ、普通のままでいいんじゃないのかなっていうふうに。いいよ、いいよ。ただの俺が変態みたいな。すいません、まあ、こんなふざけたこと言ってるんですけど、マシンはすごいんで、これからちょっと見ていきたいと思いますね。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあマシンの方を見せてもらいたいと思いますよね。マシンの方がこちらになりますということで、はい、3台ともあるんですけれども、もう本当にこれも紙シャーシっていった感じですよね。紙かわかんないですけど、ね、これ普通に作れないですので、こういうのはもう本当にほぼオリジナルシャーシって言っていいのかな。ほぼですね。ほぼですね。ほぼですね。はい、でそのマシンの方はですね、名前は YRD、はい、こちらの方が前回撮ったやつかな多分。そうですね。ね、でこちらのあと2台ゴールドの方とあと緑の方ですよね。こちらの方がまた新たに作ったマシンというようになっていると思うんですけれども、じゃあゴールドとグリーンのマシンをちょっと1台ずつ見ながら紹介してもらってもいいですかね。はいはいはい。どこがオリジナルかっていうと、まあ全部ですね。全部ですよね。食以外、食とか、食とか樹脂以外はもう全部っていうことですよね。そうですね。こちらのスライドも工業用のスライドを使っているそうですよね。はい、でこのアッパーアーム、ロアーアームですよね。はい、こちらの方も全てオリジナルっていう風になってますよね。そうですね。はい、でこのこだわりとしてはアッパーアーム、ロアーアームにベアリング入ってます。入ってるんですよね。これいくつのベアリングが入ってる？3倍ん2点5内径内径がね、ロアが3ですね。なんで630のベアリングで、うん、アッパーが740です、ね、740、はい、すごいですよね。
ですので、このベアリングにした理由とかは、もう型を取る、もう極力できないですね。実際こうやって触ってみると全く型ないですもんね。そうですね、すごいですよね。いやこれすごいな。でこのカーボンの板についてはこれも自分で削りてっていうですね、はい、これも機械で工作機械でやってたってことですね。でリアもこういう形で全てオリジナルで作ってしまったというふうですよね、はい、ちょっと後ろ向けてもらっていいですか、はい、こちらの方がギアは流用ですよね。はい。すげえな。シャフト関係とかね、はい、ですよね。すごいなこれ。これどのぐらいかかるんですか、1台作るの。まあ休みの日にとかちょこちょこ作ってるんで、うん、はい。ぐらいですか、1ヶ月。最近は1ヶ月ぐらいで。1ヶ月ぐらいで、はい、1ヶ月ですごいね。少ねえよ普通。綺麗だったらこんな感じだったんです。やる気の問題ですね。やる気の問題そうですね。じゃあ2台目いきましょうか。じゃあちょっとこのミニも、はい、でこちらの方ですね。これも YRD のシャーシなんですね。そうですね、これ2ですね。もう完全に構造が違うので YRD2 ですね、はい、前のがそのちょっと縦モーターだったのが今回横モーターになったそうです、ね、バージョンですもんね、はい、これはビアンカを意識してそうですね、はい、モーターの位置関係とかはだいたいビアンカと同じ位置に横モーターにしたというですね。横モーターにして何が変わりましたかね。縦速い、縦速いですね。やっぱり速いですね、はい、これ見てください。このスパーホルダーとかこのモーターマウントとかアルマイトをまでわざわざかけてあるっていうんですよね。これ2段階にかけてですね、ですゴールドと黒でっていうんですね。先にゴールド、先に黒をやって、ええ、その後にゴールドのアルマイト。もうアルマイトって言うんですよね、はい、これね、本当に、まあ、図面引いて工作機器で作ってで、アルマイトはもうは業者に出してるんですか。家でやってます。家で自分でやってます、ね、そう、良い子は真似しないでください。真似しないでくださいすごいですね。これもサーボステイもこれも自作ですよね。そうですね。でこのフロント周りもまた自作ということですね。そうそう、この精度すごいですよね。やばいですよねでこれファンですよね、はい、このファンものケースも自作で作っちゃったっていう、そうですね、ところですよね、はい、すごいな。これを作るときに苦労したところとかは、苦労したとかやっぱりギア周りですね、うん、僕のギア周りが、うん、そこの交差っていうかその線路ですね。ああ、はいはいはい、かなり重要になってくるので、ええ、うん、交差はもうギチギチで作ってる。ギチギチですね。でモジュールのちょっとちっちゃいギア使ってるので、うん、ちょっとねこれ見えづらいかな、見えるかな、これで少し見えるかな。ちっちゃいこの中にギアがある、そうですね、ここにギアがあるんですけども、これも要は工作、その工業用のギアを使って、そうですね、はい、横の力を縦にしてまた横に伝えてるっていう感じになるんですよね。そうですね。工作どのぐらいでやってるんですか。100分の1ぐらいですかね。100分の1ってことですね。プロポのこのオフセットステイっていうのかな、はい、これも YRD さん自作です、はい、ですよね。ちょっと延長してます、うん、長さを標準よりも少しだけ長くして、ええ、ああ持ちやすさとか、そうです、ね、おーってことですよね、はい、できるだけそのレバーの位置と同じところに持ってくるよりもうちょっと長くしてください。本当すごいですよね。こんなん普通できないですもんね。本当ジュンさんぐらいだよこういうふうに仕事があるねえ全然もういないと思うんだけどね。やっぱりこういう風に作るにあたってやっぱり仕事にも役立ちますか。そうですね、どっちかというとそっちの方が多いかもしれないですね。うん、その機械の動きを確認するためにこういう部品をあえて作ったりっていう風ですよね。はい、こっちからも結構ラジコンの方から得ることもあるので、実際に。本当ですか、はい、これはノーカツオノーライフは、あ、これはねちょっと乱獲でカツオが減ってるので。ああ、そういうことですか。ちょっとうちの会社の会長がちょっとそういう、うん、県民会議ですかね、その応援してるってことで、うちの
じゃあここに来て一発ネタを披露したのかな。ギョギョギョ。さっきやったやん。いや、またやってはない。完全パクっとるやん。これじゃあちょっと先輩と彼女ができんね。できますね、ありがとうございます。じゃあちょっと走ってるとこ撮りますね。はい、はい、お願いします、はい、お願いします。